今日はラトビアの伝統料理、ジャガイモのパンケーキを作ります。まずラトビアという国は北欧のバルト三国のうちの一つで、バスケットやラトビアミトンなど伝統工芸が注目されている国です。昨年ラトビアを訪れた時に食べたジャガイモのパンケーキが美味しかったのでシェアしたいと思います。材料と器具はこちらです。まず材料です。ジャガイモが 500g、 玉ねぎが1/2、卵が1個、小麦粉が 15g、 お塩が小さじ 1/2 です。器具はまずジャガイモをすりおろすのに、うちでは沖縄料理の人参しりしりを使うしりしり器を使ってます。これがすりおろした時の細さがちょうどいいので、もし持ってる方はこれが重宝するかと思います。もしなければ包丁で切っていただいても大丈夫です。とおろし金は玉ねぎをするのに使います。まずじゃがいもをすりおろしていきます。こんな感じです。じゃがいものすりおろしが終わりました。次に玉ねぎをすりおろしていきます。玉ねぎのすりおろしができました。では材料を混ぜていきます。まず卵を入れます。あとは順番に入れていきます。お塩です。小麦粉です。泡立て器の方がいいかも。じゃがいもを入れます。はい、こんな感じで完成です。よいしょ。パンケーキを焼いていきます。フライパンにオリーブオイルを入れて温めます。中火で焼いていきます。こんな感じで軽く焦げ目がつくまで焼きます。これで完成です。じゃがいものパンケーキができました。早速こんな感じで盛り付けてみました。今回はお食事系のガーリックが効いたマッシュルームのクリームソースと、おやつとして食べていただける甘いホットアップルソースをこうやってかけてみました。こんな感じでお食事系や
と甘いソースをかけても美味しく食べていただけます。他にもお好み焼きのソースや中濃ソースなどでも大丈夫です。美味しいのでぜひ作ってみてください。